直解説。はい、皆さんこんばんは、ポツダムチャンネルのしんすけです。今日はダブルリーグセミファイナルの試合を解説していきたいと思います。デンソー対エネオスの試合を振り返って見ていきたいと思います。そして私が用意しているのは第2戦のトヨタ対シャンソンの第3クォーターの最後、そこを皆さんと一緒に見ていって検証したいと思います。そしてポツダムニュース、栗林選手が羽田に入りました。おめでとうございます。なぜかまだ CG がかかっていません。これ羽田のユニフォームに変えてから載せればよかったのにと思ってしまいますが、普通はやるんですけどね、これを羽田のユニフォームにして CG でやるっていうのを。コートネームクー、背番号77、シャンソン、東京羽田ビッキーズに加入と。ついにビッキーズからすると待ちに待ったビッグマンが入ってきたということですね。そして新潟が対談者が山ほど出ております。北川直美選手のみではなく、何人出たんだろうこれ。矢野選手、佐々香選手、北川直美選手、田村選手、中山選手が対談発表です。 1,2,3,4,5,5人一気に辞めましたね。すごい入れ替わりだね。そしてアランマーレも 1,2,3,4,5,6、 アランマーレ6人だって。対談引退やって、加陽選手やって、小浜選手、玉田選手ですね。で小沢選手というか、これだけやめて来年ロスター20人にするっていう話なんですけど、20人も集められないよね。95年あたりがやめてるな。ダダダッと小沢選手で、田中選手、田中陽子、佐藤光選手ですね。20人も残るんかなこれで、が退団引退ということです。アランマーレも一気に減りましたね。これでルーカスさんが富士山のね写真を撮ってるんですよね。インスピラドアって書いてある。多分スペイン語で素晴らしいみたいな意味でしょう。この角度の富士山は静岡なのか山梨なのか愛知なのかで揉めております、ファンの間で静岡ならばシャンソンだし、愛知まで行ってしまうと三菱やらなんやらめちゃめちゃ増えてしまうし、山梨方面から見た富士山であれば QB だし、どこの監督になるのかみんな予想しておりますね。まあただの写真かもしれないです、全くわかりません。そしてダブリーグもレフリーからも声明なしですか。相変わらず時代の空気読めない。 NBA 誤信を認めますよ。バスケの試合終了間際の8秒がどれほど大事なのか、この時代を潔く認めたらどうでしょう。今の時代はエンタメありのあり方ではないでしょうか、という私のツイートがバズっております。ライブ中にもずっと言ってたんですけどね、選手を信じて使うのもヘッド、選手を守るのもヘッド、責任を取るのもヘッド、調子の悪い選手に全て負わすんじゃないよ、という私のコメントでございます。ツイートいたしました、昨日。あれはひどかった。なぜあそこまで調子の悪い選手をエネオスは最後まで使い続けて、選手が泣くぐらい追い込ませるのかがさっぱり私にはわからない。あれはね、ひどいです。こんなもんかな、ポスタムニュースは。ロコスさん、栗林選手は羽田で一番大きい選手になりそう。あとはチームにマッチするかどうかだけでしょうね。ティースさん、高橋選手乗ってませんでしたね。単純に交渉がまとまってないだけ。どうなんですかね。まあでもちょっと一安心じゃない、シャンソンの選手が契約させてもらえたんだっていうのは安心感が出てくるのかと思いますけどもね。他の選手たちも結構不安だったんじゃないかな。揉め事を起こして辞めてるわけだから、他のチームがまた契約してくれるかどうかっていうのは、だから一人契約が出たっていうのは嬉しいと思いますね。他のメンバーも。あと高梨選手ね、高梨選手が出て野口選手入ってきたら、まあええんちゃう、どっこいどっこいちゃうか。まあでも栗林選手が羽田にマッチするかなっていうのもちょっと疑問ですけどね。私はビッグマンは入ったから、これ今度こう作戦を変えないといけないからね。検証します。山本前が最後のスリーポイント入れるし、これが本当に痛かったよね。これ逆転されてもだもんな。2日目、1時間32分51秒のところから、ここね、これね、勝ってたんだよ2点で、残り 24.2 秒で、ショットクロックが16秒のところですね。チームワールドトヨタは5個、チャンスは1個使えるんですよね。でこっからですよ、ステワニーがここにいて、ヤマト前がここにいて、カネヤンがついてるんだよね。でここでスクリーンかけながら、これは平下かなが上がってきますね。と見せかけて止まって、今度ソファナが上がってくる。まあ単純なピックアンドロールなんですけどね。なんでこのスクリーンにこんなにかかるのかが私はよくわからないな。
これもようわからん。こうめっちゃ間空いてるからね、これかからないんだよね。普通に考えるとこれはようわからんな。なんでこんなにかかったんやな。これは河合にビビって下がりまくったからかかったんでしょうね。普通はかからんぞ、こんだけ空いとったら。ピックアンドローって普通肩と肩をぶつけるぐらい通らないとかからないんだけど、これでかかってしまうのは良くないね。めっちゃ間あるからな。まあタイミングが良かったんかい。ていうかピック来るの分かりきっとったやろ。でもめっちゃかかってるからな、ここで。で、これ金田が中入っちゃったんだよね。これなんでを話したんやろなーって、これが思うんですよね。だって一番ホットな人間でしょ。ここ話してダメだよね。そうやったら2点のがまだわしなんですよね、同点だから。3は打たしちゃダメだよね、絶対に。これなんでこんな入ったんやろな。これが不思議なんだよな。これな、これストロングサイドなんで、ボールが今こっち側にあるから、これ間違いなんですよね。これディナイせなあかんねん。で、うちは止めてるしな、河合選手。これソアナが入ってくるの止めるのはこっちですからね。吉田麻衣だからね、これ。これカネヤンのポジションミスなんですよね、これ。これストロングサイドなんで、ここディナイか、ディナイするぐらいやねんけどな。ヘルプ行く必要ないんだよね。これね、ボールが逆やったらここでいいんですけどね。逆、こっち来てんのに、カネヤンの方に来てるのに、ここに立つのは間違いなんですよね、これ。だってこれワンパスでしょ。ってことはディナイとかに行かんのに離したんですよね、ここで。これがミスです。だから、ライブで私言ってたでしょ。金田が中入ったっつって。これが間違いなんですよね。だから、山本前が入ってもうたんや、これ。ほら。これはもう、かなりのミスですよ。なんでこんなとこにいんねんっていう話だよね、これ。で、これどっちのスイング怖い。だってこれ金やん、こっちついて吉田前が行けばいいんだって、ソハナ止めたいんだったら。これ吉田が行くべきですよ、ソハナを止めるのは。ステワリンのスリーは怖くないからね、別にそこまで。吉田前でしょ、どう考えても。っていうか、ローテーション的にも絶対、これは金田選手間違ってますよ。こっちだもんだって。これもう、めっちゃ美味しいやん、このパス。ね、ガラ空きになっちゃったよね、これで。で、ソハナを金田が止めてるんですよ。違うよ、これ金ちゃんこっちで、吉田がソハナを止めなあかんんですよ、これローテーション的には。というミスですね。で、山本前にスリーポイント入れられて、これ逆転されてしまった。第3クォーターの最後の最後に逆転され、これがずしっと効いたよね。で、これで山本前を調子づかせてしまったんだよな。これがもう本当に分岐点だったと思う。このシュートが一番あかんかったわ。パッとったのに。勝って第4敗のと負けて第4敗のはまた違うからね、全然。まあこれで入れる山本前はすごいんだけど、まあ悔やまれるポジションミスやな、これは金田選手のな。この動画を見てなるほどと思った方は高評価よろしくお願いします。バスケが大好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。ポッサムチャンネルでは皆様が撮ったバスケの動画や写真を募集しています。ポッサムチャンネルで使っていい動画や写真がありましたらご提供よろしくお願いします。過去の写真、推しのかっこいいプレーやひいきのチームのセットプレーなど何でも解説しますのでよろしくお願いします。他にもいろいろバスケについて動画を投稿していますので、チャンネル登録や高評価、よかったら他の動画のチェックもよろしくお願いします。試合があるときはよくライブをしています。ライブで一緒に推しを応援しましょう。チャンネル登録してもらうとライブ開始時に通知が出ます。見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いします。その他、私たちポッサムチャンネルは Twitter、Instagram、ホームページもやっていますのでフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。